F-35B 戦闘機の認証取得待ちの護衛艦出雲ですが、なんと、2021年11月までには、F-35B の離着陸テストが実施されるのをキャッチしました。今回、すでに、艦載中の A 空母と護衛艦出雲、今後の運用を詳しく見ていきます。これで出雲が本格運用されますが、オスプレイをうまく運用していくことで、もうワンランク上の運用ができますね。2021年9月には、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスが、横須賀のアメリカ海軍基地に寄港。その前後で、複数回の他国軍との合同軍事演習を、周辺の空海域で実施しており、ここまで、順調な予定消化に見える。クイーン・エリザベスの、こうした極東方面への派遣が、注意をもって報じられる背景には、イギリスが、対中国戦略として、直接的な軍事力投入を実施した案件であることと、同艦の米英共同での運用が挙げられるだろう。イギリスがクイーン・エリザベスの極東派遣を断行した理由は、中国による旧植民地であった香港の民主化弾圧や、新型コロナウイルスをめぐる同国の対応、そして加速を続ける海洋進出を牽制する意図が大きい。運用面では、クイーン・エリザベスは、イギリス海軍の艦艇でありつつ、艦載する F-35 ライトニング 2B の戦闘機体は、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の両飛行隊が母艦を共にするクロスデッキを実現している。F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする艦艇は、アメリカ海軍では、ワスプ級やアメリカ級などの強襲揚陸艦だが、クイーン・エリザベスは、専用の航空母艦として、搭載機数の多さや運用効率の高さが注目だと言えよう。日本の海上自衛隊でも、ヘリコプター搭載型護衛艦である出雲、型の2隻、出雲、と、加賀、の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修工事を進めているが、同機の運用に向けた準備も並行して行われている。2021年7月には、現、岸防衛大臣が、まず、1回目の改修工事を終えた、出雲、を対象に、在日のアメリカ海兵隊の協力のもと、同艦への F-35 ライトニング 2B 型の離着陸テストを実施する計画があることを表明していた。これを裏付けるように9月に入り、アメリカ海兵隊の総司令官であるバーガー大将が、2021年11月をめどに、F-35 ライトニング 2B 型の出雲への離着陸テスト実施を示唆しており、具体的な計画として進められていることが明らかとなった。バーガー大将の発言は、アメリカの軍事系のシンクタンク、及びアメリカ海軍協会との会合の中で語られたもので、主としてアメリカ国内向けのものに思えるが、無論、日本でも注目を集め、岸防衛大臣が記者会見でその内容を認めている。岸防衛大臣は、離着陸テスト実施の詳細については明言を避けたが、すでに確定している2022年度の出雲型護衛艦の改修費用の総予算67億円中に、およそ12億円分のアメリカ軍への支援費用があり、これが充当されるものだと見られている。2021年現在では、日本の航空自衛隊は、総数で42機の F-35 ライトニング 2B 型を調達する計画となっているが、そのうちの初期の6機が引き渡される時期は、早くとも2024年前後と思われ、その稼働までは、アメリカ海兵隊の協力を仰ぐと予想される。出雲と加賀が、最終的に、航空母艦化の改修工事を完了し、アメリカの本国に出向いての F-35 ライトニング 2B 型の運用上の認証の取得まで完了するのは、今のところ2027年頃が有力とされており、未だ5年以上は要する見込みだ。
F-35 ライトニング2をめぐっては、その運用コストの削減があまり華本国で議論されているが、大元の製造メーカーであるロッキード・マーチン社は、2020年度対比で、2023年度には、およそ1割の削減を果たすことを表明したようだ。つまりこれは、日本が調達する F-35 ライトニング2の A 型、および B 型も該当するため、運用国としては、コスト削減になると期待したいところではあるが、かなり厳しい目標値のようにも感じられ、川山用は早計かもしれない。さて、出雲へのアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型を用いた離着陸テストの実施についてだが、2年前の2019年に日本側からアメリカにそばに依頼を打診していたものだとアメリカ海軍協会では報じている。ただしどちら側が持ちかけてきたにせよ、アメリカ軍は同盟国軍との F-35 ライトニング 2B 型の相互運用能力の獲得に注力しており、今回クイーン・エリザベスへも強襲揚陸艦アメリカとの相互離着陸を実施している。こうした点からも、現在長崎の佐世保を母港とし、その艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は山口の岩国基地に配備している強襲揚陸艦アメリカにとって、出雲加賀は最も身近な相互運用対象艦となる可能性は高いだろう。現在の日本政府の見解では、出雲加賀が航空母艦化の改修を終え、さらに F-35 ライトニング 2B 型が実戦配備されても常時の艦載機化を行うことはないとしており、その真意は想像するしかない。個人的にはこうした方針を日本政府が表明している理由は大きく2つあるのではないかと思え、1つ目は航空母艦は攻撃的な兵器に該当するとして非難を続けている勢力への言い訳という政治的な配慮というべきものだ。日本国憲法では攻撃的な兵器として大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、航空母艦の3つを挙げており、確かに航空母艦の常時運用と保有は現在の政治判断に照らした場合、文言上は抵触するかもしれない。しかし航空母艦とは単艦での行動は敵の標的となるのみで成り立たず、アメリカの大型原子力空母や今回のクイーン・エリザベスなどのように空母打撃群を構成して初めて遠征可能な攻撃力を発揮するものだ。しかるに、日本の場合、こうした空母打撃群を構成するには、それに随伴可能な速力を持つ原子力潜水艦を欠いており、その意味で遠征しての攻撃力を持つ本来的な攻撃的兵器と見さすごとには、無理があるように思える。また、二つ目の理由としては、純粋に軍事的なもので、現行の出雲、加賀のように、SH-60kg 対潜哨戒ヘリを、最大で7機も搭載可能な艦艇は他になく、前級のヒューガ、型でも、最大3機と対潜哨戒、運用に支障をきたす可能性がある点だ。まさに、2021年9月に入り、急展開で、オーストラリア海軍のアタック級潜水艦計画がフランス湾からアメリカ及びイギリスの原子力潜水艦の技術供与によるものへと変更されると判明したが、アメリカは中国の対潜水艦戦の強化を企図している。ことに中国の原子力潜水艦が南シナ海で自由に行動できないように牽制しようとアメリカは考えていると思われ、その一助に、かつて1950年代に一度だけイギリスに供与した原子力潜水艦の技術供与を行う覚悟をオーストラリアに対して示しているようだ。それに付随して海上自衛隊の対潜哨戒能力の貢献も当然考慮されていると見るのが理にかなったものであり、
その意味においては、出雲、加賀、など能力は必須で、F-35 ライトニング 2B 型の運用は、副次的となる可能性もありそうだ。一説には、アメリカは、オーストラリア海軍の原子力潜水艦に、強力な対地攻撃能力の付与を施行しているとも指摘されており、その活動支援も、海上自衛隊の艦艇には、これまで以上に求められるのかもしれない。